はい、コズの趣味部屋へようこそ。今回もね、ご紹介したいものがあります。はい、まあ目の前にあります通りね、スパイダーマン、はい、こちらではなくて、はい、こちら、じゃじゃん、はい、バイス・シュバルツ、はい、バイス・シュバルツからマーベル参戦ということでね、はい、なんとバイス・シュバルツからマーベルのキャラクター、はい、こちらがね出ましたね。はい、いや、このねアメコミヒーローたち、はい、で一番自分の一押しがねスパイダーマンなんですよ。はい、だからこうやってスパイダーマン並べてるんですけれども、はい、で二押しがアイアンマンですね。うん、もうスパイダーマンダントツで欲しい、はい、でアイアンマン、うん、っていう感じで、でこのバイス・シュバルツっていうね、カードなんですけれども、まあレア度がいっぱいあるんですよね。ノーマルがダブルレア、レア、アンコモン、コモン、クライマックスレア、クライマックスコモンとあるんですよね。でパラレルカード、こちらがねスーパーレア、トリプルレア、マーベルレア、アベンジャーズレアっていうのがあるんですよ。多分このアベンジャーズレアが一番最上級なんですよね、多分ね。うん、なのでこのアベンジャーズレア、これを狙ってね、こちらボックスで購入したんでね、開封していきたいと思います。はい、では早速ビニール袋ね破りましょう。はい、ビニール破りました。こちらにね初版って書いてありますね。早速ボックスを開けたいと思います。1枚カードが入ってますね。これは多分プロモーションだと思うんですけれども、頼むスパイダーマン来い、せーの、あ、マイティーソー、オーディンの息子ソー、マイティーソーでした。マーベル、うん、ここに PR って入ってるんでプロモーションですね。はい、パックの感じがこういう感じでパック詰めされてますね。この中に9枚カードが入ってます。はい、なのでねこちらを早速開封していきたいと思います。最初の1パックだけね1枚1枚見ていきたいと思います。で 2パック目からダブルレア以上か、うん、が出た時だけちょっとストップして見ていきたいと思います。はい、ではね出してみたいと思います。まず1枚目、ほいっと、お、いきなりアイアンマン、かっけえ、デザインかっこいいな。あ、これは普通のコモンですね。はい、コモンC と入ってるんでコモンですね。いや、これのキラーだったらかっこいいな。で2枚目、せーの、あー、マイティーソー、マイティーソー、これもコモンですね。はい、破天荒な神様ソー。3枚目、せーの、ウルトロン、ウルトロンのこのデザインもかっこいいな。これもコモンですね。4枚目いきます。せーの、お、スパイダーマン、スパイダーマン来ましたね。若き科学の天才スパイダーマン、これもコモン、うん、スパイダーマン。続いて5枚目、せーの、お、アイアンマン、あ、ちょっとこれ嫌ってるね。あ、これあれじゃない、あ、ダブルレア、ダブルレアのセレブヒーロー、アイアンマン、セレブヒーロー、かっこいいな、デザインがかっこいいわ。黒背景にね白文字で、うん、なんとも渋い、こうね、ちょっとキラキラしてるんですよね、ダブルレアは。
はい、6枚目せーの、あ、マンティス、これあれですね、なんだっけ忘れちゃったな、なんとか、ギャラクシー・オブ・ガーディアンズだっけガーディアンズ・オブ・ギャラクシー、あれどっちか忘れたな、はい、こちらはアンコモンですね、 U って入ってる、はい、U。 7枚目せーの、お、ブラックパンサー、ブラックパンサーかっこいいな、これもアンコモンですね、ブラックパンサー、かっけえこれ。8枚目せーの、お、キラってる、お、アイアンマンキラってる、あ、これレアだ、これ普通のレアですね、アイアンマン、いいね、かっけえ。でラスト9枚、せーの、これは、あ、やっぱこれガーディアンズ・オブ・ギャラクシー、はい、あ、これは CC ってなんだっけ、あ、クライマックスコモンですね、はい、9枚目最後はクライマックスコモンのガーディアンズ・オブ・ギャラクシー、はい、といった感じの構成なんですよね、はい、ということでとりあえずね、まあ高レアリティが出たらね、うん、ストップして詳しく見ていきたいと思います。このブラックパンサーめちゃくちゃかっけえな、レアなんだけど、ワカンダのブラックパンサー、このデザイン秀逸、めっちゃかっけえじゃんこれ。これは輝いて輝き方が違う、お、トリプルレア、トリプルレアスーパーヒーロースパイダーマン、うわめっちゃかっけえ、デザインかっこいい、スパイダーマンっていう文字の上にね貼っているスパイダーマンで、街中の後ろにでっかくスパイダーマンのデザイン、かっけえなこれ、デザインが秀逸すぎるだろうこれ、これトリプルレアだよね、うわトリプルレア出ましたね、はい、
それはダブルレア超人ハルク、超人ハルクのダブルレア。もうイラストレーターがいいね、うん、9500パワー。はい、ダブルレア、ダブルレア、地球生まれ銀河育ちスターロード、ギャラクシーオブ、
ブルレア、はい、史上最高のアーチャー、ホークアイ。ダブルレア、不屈のヒーロー、キャプテンマーベル。デザインかっこいいな。ついにね、ラストパックになっちゃいました。はい、今のところトリプルレアが最上級だね。アベンジャーズレア出ないな、うん、まあ、皆さんもお気づきの通りね、こちらダブルレア以上は5枚目に、はい、入ってるんですよ。で、後ろから2番目にレア、レアはね必ず1パックに1枚入ってるんです。はい、なので5枚目が重要。まず1枚目でしょ。はい、2枚目、3枚目、4枚目、これの次ですよ、重要なの。これでダブルレア以上かどうか、せーの、はい、普通にアントマン、アンコモン、はい、ということでね、こちらは普通にレアだけ、はい、ホークアイのレア、はい、ということでね、ダブルレアはこんな感じで出ましたね。はい、まあ、かぶりはないですね、ダブルレアのキャラかぶりは。はい、で、最上級がこちらのトリプルレア、スーパーヒーロースパイダーマン。かっけえこのイラスト。これはいいね、これかっこいい。はい、といったね感じになりました。はい、まあ皆さんもね、バイス・シュバルツじゃなくてもね、他にこういうトレーディングカードとか買ってますかね、うん、こういうパック入りのやつね、うん、まあ自分はね、欲しいキャラがあればね、まあバイス・シュバルツじゃなくてもね、
ああいうバトルスピリッツとかね、そういうのでもいいんですけれども、まあ、買うようにしてます。はい、なので今回はねマーベルとのコラボ、はい、こちらがねなかなか良さげだったんで購入してみました。まあ、幸いのことにね最上級レアがスパイダーマンだったんで良かったですこれ。はい、まあ、皆さんもねぜひご興味持たれましたらワンパック買ってみてはいかがでしょうか。ということでね、今回の動画は以上になります。この機会にぜひチャンネル登録していない方はチャンネル登録よろしくお願いします。では今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。